オッケー。ヘリオードだな。こっちか。戻ればいいんだよな。ヘリオードまで。ヘリオードに。何さ。そろそろ休憩しようよ。そうね。もう何持ってこないようだし。雨降ってっけどな。どうしてわかるんです？勘かしら。勘？ま、ここなら大丈夫だ。とりあえず休もう。うん。ついでにセーブしたい。うっせえな、俺は。一休みしたら、ギルドのこともいろいろちゃんと決めようね。一休みしたいのは、カロル先生だけどな。ギルドを作って何をするの、あなたたち。そうだね、目的がない。目的がないよ。僕はギルドを大きくしたいな。とりあえず。それで、ドンの後を継いで、ダングレストを守るんだ。それが町を守り続けるドンへの恩返しになると思うんだ。立派な夢ですね。俺はまあ、ボスについていくぜ。え？ボス？まあ、そりゃそうだろ。僕が？ああ、お前が言い出しっぺなんだから。そうだよね。じゃあ何からしよっか。とりあえず落ち着け。うん。なんだかギルドって楽しそうね。ジュディスもギルドに入ってはどうです？あら、いいのかしら、ご一緒させてもらっても。あら、いいんじゃないかしら。ギルドは掟を守ることが一番大事なんだ。その掟を破ると厳しい処罰を受ける。たとえそれが友達でも兄弟でも、それがギルドの誇りなんだ。だから掟に誓いを立てずには加入はできないんだよ。そうかい。カロルのギルドの掟は何なんです？何するんだい？お互いに助け合う。ギルドのことを考えて行動する。人として正しい行動をする。それに背けばお仕置きだな。お仕置きだ。一人はギルドのために、ギルドは一人のために。三重詩っぽい。義を持ってことをなせ、不義には罰をってことですね。掟に反しない限りは個々の意思は尊重する。ユーリー、それだろ、ボス。一人はギルドのために、ギルドは一人のため。うん、そう、それが僕たちの掟。今からは私の掟でもあるということね。そんな簡単に決めていいのか。おっと。ええ、気に入ったわ。一人はギルドのため。いいわね。じゃあ掟を守る誓いを立てるわ。私とあなたたちのために。あんたの相棒はどうすんだ。心配してくれてありがとう。でも平気よ、彼なら。相棒って？バカダランダラの方。前に一緒に旅をしてた友達よ。へえ、そんな人がいたんだね。じゃあ今日から僕らがジュディスの相棒だね。よろしくお願いね。よろしく。私は、ま、とりあえず今日はもう休むか。エステルは立場上どうすんだろうね。クタクタなの忘れてた。セーブしたいんだよね。ユーリ。よ、寝ないのか。寝ないのかい。それよりどうかしました？いや、これからどうするつもりかと思ってな。うん、そうですね。旅を続けられると思ってなかったし、考え中です。ユーリはギルド頑張るんですよね。ぼちぼちって言いたいところだけど、フレンにも格好つけちまったしな。そうだね。カロルも嬉しそうです。少し羨ましい。おっと、お姫様もギルドに入りたくなったか？入れてくださいって言ったら、入れてくれます？ちゃんと考えて決めたんなら止めやしないぜ。そうですね。ちゃんと考えなきゃ、私も。ま、考えすぎてもダメだけど。私の決める。どういう道を歩むんでしょうか。
なんだ、寝てないのか。うん、ギルドの名前考えてたんだ。かっこいいの考えるよ。ああ、任せた。任せますよ。うん？よく考えたら、僕らも掟に誓い立てずにギルド作っちゃってたね。まあ、さっきちゃんとしたからいいだろう。うん。うん。ユリ。なんだよ。あの掟、誰かに聞いたりしないで自分で考えたの？まあ、なんかまずかったか？うん。僕も同じ掟を考えてたから。ほう。僕、ユリとギルド作れて本当嬉しいよ。なんだ、気持ち悪いな。あ、なんだよ。なんだい？名前思いついた。お、勇気凛々胸いっぱいだ。なし。ありなの、ありなのそれ。らしいな。じゃ、それで行くか。うん。それで通るんだ。なんだっけ、勇気凛々元気いっぱいだん。まあいいんじゃない。ご苦労様。何がだよ。根津の見張り番でしょ。そんなんじゃねえよ。素直じゃないのね。あんたもな。おかしいわね。自分では素直だと思うけれど。よく言うぜ。ギルドに入った本当の理由を言わないくせに。本当に気に入ったからよ。それだけか。違うわ。掟に反しない限りは個々の意思は尊重でしょ。安心して、掟は守るわ。必ず私なりに。そっか。なんだろうな、なんかこの組み合わせ、なんか俺は気に入ってるかもしれない。近いうちに本当のところ聞かせてもらうぜ。ドングレストにいたのは偶然か。そうね、それは本当素敵なことに。素敵ね、素敵ね。ご苦労様。見張りか。私の相手。はあ、なんかわからん、なんかちょっとわからん感じもあるけど。ラピド、お前も見張り番か。ギルド始めちまったな。どうにも変わったメンツだが、面白くなりそうだ。お前がナンバー2だな。あんまりボスをいじめるなよ。お前も少し休んどけよ。ふーい。それじゃあ、休むにしてもどうしましょうかってとこなんだけど。ああ、なんだ、見張り任せてろってか。ワン。まあ、休む。じゃあ休ませてもらうか。サンキュー、ラピド。せっかくギルドを立ち上げたんだし、何か仕事したいね。そう慌てるなって。もうちょい。エステルはこれからどうするつもりなんだ。どうすんの？私は、あの喋る魔物を探そうと思います。マジで？狙われたのが私なら、その理由を知りたいんです。理由がわからないとおちおち昼寝もできないか。でも、見つかる？どこにいるかわからない化け物なんて。化け物情報はカロル担当だろう。まあね。いくら僕でもあんなの初めてだもん。わかんないよ。化け物ではなくて、あの子はフェロー。フェロー知っているんです。前に友達と旅をした時に見たの。友達が彼の名前を知っていたわ。お、一緒に旅してたって人。その人、なんでそんなの知ってたの。見たって、どこでですか。どこで。デズエル大陸にあるコゴール砂漠でよ。何？デズエール大陸にあるコゴール砂漠。このトルビキア大陸の南西の大陸ですね。また船かなんかで移動か。デズエール大陸砂漠。ただ見たってだけでホイホイ行くようなとこじゃないぞ、砂漠は。そうだな、危ないからな。そうだよね。もしかして、あのおとぎ話の。おとぎ話？おとぎ話？お城で読んだことがあります。コゴール砂漠に住む
言葉を喋る魔物の物語を。でもいくらでもあるじゃんそんな話。ほら海の中から語りかけてくる魔物の話とか。それはきっと逆ね。ん？逆？そのままそういうお話になったのよ彼らのことが。火のないところに煙は立たないですね。でも、はあ、そこへエステル一人で行くつもりだったの？え、あのやれやれ、こりゃ護衛役続けとかねえとマジで一人でも行っちまいそうだな。あこれギルドの初仕事にしようぜ。そっか、ここでエステル一人で行かせたらギルドの掟に反するよね。そういうことね。でも仕事にするならエステルから報酬をもらわないと。別にいいだろう金なんて。ダメダメ、ギルドの運営にお金は大切なんだから。あの私今持ち合わせないです。ないです。だったら報酬は後で考えてもいいんじゃない。報酬必ず払います。だから一緒に行きましょう。んじゃ決まりだな。またみんなで旅ができる。よし、じゃあ勇気凛凛胸いっぱい団出発。勇気凛凛胸いっぱい団？それなんです？え、ギルド名だよ。それじゃダメです。名乗りを上げるときにズバッと言いやすくないと。お、エステルから、エステルからダメ出しが出たよ。ブレイブベスペリア。ブレイブベスペリア。お、夜空にあってタイトルきた。最も強い光を放つ星。一番の星か。かっこいいね。ブレイブベスペリアね。気に入った。それにしようぜ。ブレイブベスペリア。大決定。じゃあ早速鳥向こうに行って船を調達しよう。デズエル大陸まで船旅だ。ヘリオードで休むのはもういいのか？もうへっちゃらだよ。どっちにしろヘリオード通んないと鳥向こうには行けないけどな。ヘリオードといえばブラスティアの暴走の後町がどうなったのか気になります。お、確かにありゃすごかったからな。じゃあちょっと町の様子だけでも見ていく？ええ。んじゃまずはヘリオード、その後鳥向こうから船でデズエル大陸だな。じゃあ改めてブレイブベスペリア出発。出発。カロルはブレイブベスペリアのドンの称号を得ました。ほう。さあギルドの立ち上げ。私ちょっと意外でした。ユーリがギルドを立ち上げるなんて。俺一人じゃギルドなんてやらねえよ。きっかけはカロルかしら。ま、俺にも思うところはあるけどな。俺なりの方法を探すために騎士団辞めたくせに何もしてなかった。港の町でフレに言われたこと気にしていたんですね。別に気にしちゃいねえよ。素直じゃないわね彼。本当です。ふうふう。さてで、ここは明るくなったのか。それじゃあなんだっけ、ダングレスト？ダングレストちゃうわ。ここに行きたいけど、ここに行くにはちょっとあれしなきゃいけない、道を迂回しなきゃいけないんだっけ。いやそんなことなかったよ、行けたよ。違うよ、ここダングレストだよ。あ？あれ？あれで？完全にちょっとあの迷子入った今。あれ？ああ入れるじゃん。なんだよ。夜ですね。なんだか以前より閑散としてません？うん。ああなんか人が少なくなった気がするな。そういえばあれかな。あれ？あらどうしたの？ダングレストで聞いたんだけど、町の建設の仕事がきつくて逃げ出す人が増えてるんだって。はあ？本当か嘘か知らないけどさ。ふん、そんなことが。ほっとけない。ふん？ほっとけないって顔してるわね。だったらまず宿に行って作戦会議だね。
ブラスティアの様子も見に行かなきゃだし。だな。エステルのほっとけない病も出ちまったし。ほっとけない、ほっとけない。だって、ほっとけないじゃないですか。わかってるって。じゃあ行こう。宿屋に出発。張り切ってるわ。ユーリとギルドを作れたのが本当に嬉しいんですね。どんなもの？別にカロルのために作ったんじゃないけどな。でも無関係ってわけでもないのでしょ、あなたにとって。さーてな、ほら俺たちもさっさと宿屋に行こうぜ。ギルドの目標、名前も決まって、掟も作って、初仕事も受けて、立派なギルドらしくなったよね。とは言ってもまだたったの3人だぞ。これ立派か？人数なんて関係ないよ。有名な盗賊ギルド漆黒の翼だって3人しかいないし。要するに量より質ってわけね。あんまゾロゾロといるのは面倒なんで、おらん人数少ない方がいいけどさ。ドンの後継いでダングレスト守ろうってんなら、ある程度の頭数は必要になるんじゃねえの？そうだね。でもちょっとずつでも前に進めれば、いつかはきっと大きなギルドになるよ。うん、多分そう。なら気楽にしてていいのかしら。ダメダメ、張り切っていかないと。了解。さあ、なんか楽しくなってまいりましたよ。やはり理想は理想でしかないんだろうか。人々は疲れ、そして街を去っていった。弱き者は下で頑張れ、強くなればそれ相応の見返りはあるだろう。まあ大きな期待をしない方が身のためだがな。さあ宿屋、なんかあれだね、軍人さん、騎士団の人しかいないね。しんどい。宿屋アンドショップ。さあ、いやあ、またやる番か。もう怒り通り越して諦めしか湧いてこない。この街は腐っている。何がって、そこは騎士団の守秘義務だ。言えるわけがない。もう新商品はいいんだけど金ないんだよね。ああ、いっぱい売ってるな。ちょっとまた、ちょっと強くなるために修行する時間が来るかもしれない。まあでも大事だと思う。大事だっていうのはね、身に染みちまったからね。またちょいちょいオフで強くなってるかもしれません。誰だ？俺もほっとけない病だな。みんなと別れました？だね、はい。さあ、一回セーブ挟んどっか、念のため。ブラスティアの方に行きゃいいのかな。誰もいねえ。こっち側か？ああ、いた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 。夜の散歩か。故郷に似てるわ、ここの景色。ほう。へえ。じゃあジュディの故郷は綺麗なとこなんだな。ただ高いところにあって見晴らしがいいってだけ。高いところは嫌いじゃないけれど。それあんな飛んでればね。あんな魔物に乗ってたのもだからか。魔物じゃないわ、彼はバウル。バウル。それに空が泳げるからというわけでもないわ。一緒だったのは彼が戦争から救ってくれたから。ほう？戦争？帝国とギルドのか。いつだってこの世界は戦争だらけ。ただね。ま、そうだな。前にこの町でエステルを襲ったのジュディだよな。目ざといのね、狙いが誰だったか分かるなんて。そういう性分でね。ああ、そういや、あの時何でか狙われたね。エロってのもエステルを狙ってた。
なんか関係あんのか、バウルって相棒と。うまく説明できそうにないわ。否定はしないんだな、狙ったこと。嘘は得意じゃないの。わかった、もう聞かねえよ。でもまたエステルを狙うようなら。心配しないで、もうそんなことしない。保証するわ。本当か？どう言えば信用してもらえるかしら。嘘は得意じゃないんだっけ。ま、言ってねえことがあんのは俺も同じだしな。うん。おかしな人。また夜が明けまして、とりあえず町の様子を見て回りましょう。暴走したブラスティアも見に行かなきゃだね。せやね、新たな旅。やることも目的地も決まったら、まだ旅が続くんだって実感が湧いてきました。フレン追っかけてテートを飛び出したのとは規模が違ってきそうだけどな。そうだね。なんたって得体の知れない喋る魔物を探す旅だ。デズエル大陸に行くとなると、また海も越えなければなりませんし、コゴール砂漠という場所もきっと暑さの厳しい過酷な環境だと思います。でも今はまた旅を続けられることが私は純粋に嬉しいです。まだ見たこともない景色が私たちを待っているんですよ。ま、旅の目的だけは見失わないようにな。それは分かってますよ。ワクワクしてるってことだけはすごく伝わるね。さあ、じゃあとりあえずブラスティアの様子でも見に行こうか。雨降ってるね。周囲の異変も収まってますね。あ、もうない？あの後は暴走とかしてないみたいだ。あれ、あいつらノール校で会った。あの時のお姉ちゃん。お元気でしたか？ごめんなさい、私の記憶のデータベースからすっぽりの語りは。前に助けたんだよ、ノール校で。あの時は本当にありがとうございました。お父さんは一緒じゃないの？はい、お父さんは。それがティグルの夫の行方は3日前から分からなくて。あの夫婦だ。あの噂本当っぽいよ。どの噂？心当たりはないのか？いなくなってるってやつか。はい、いなくなる前の晩も貴族になるため頑張ろうと。貴族にってどういうことです？この町が完成すれば、私たち貴族としてここに住めるんです。え、それちょっとおかしいです。え？貴族の位は帝国に対する功績を挙げ、皇帝陛下の信任を得ることのできた者に与えられるものであるです。ですが、キュモール様は約束してくださいました。またキュモールか。貴族として迎えると。キュモールって騎士団の？はい、この町の現執政官代行です。キュモールがね。けどさ、うさんくさい、きな臭くなってきた。今皇帝の椅子は空っぽなんだし、やっぱりおかしいよ。そんな、じゃあ私たちの努力は一体。それにティグルは。お父さん帰ってこないの？あのユーリ、ギルドで引き受けられないかってんだろ。報酬は私が後で一緒に払いますから。じゃあいいよ。軽い。ですが次の仕事は人探しね。忙しくなってきたよ。キモールがバカやってんなら一発殴って止めねえとな。はい、騎士団は民衆を守るためにいるんですから。そうだよ、行動は慎重にね。騎士団に睨まれたら、僕らみたいな小さなギルドを簡単に潰されちゃうよ。了解。私たちがきっとお父さんを見つけます。待っててね。そういうわけだ、引き受けたよ。ありがとう、ありがとうございます。
んじゃサクッと探ってみるか。あそこの先なんてとても怪しいわよ。そうだね、立ち入り禁止だもんね。ああ、立ち入り禁止で部外者が入れないってのがいかにもだな。なんとか入れないでしょうか。慎重に。お、忘れないでよ。慎重に、慎重にかつ大胆に、そんな行動を心がけようと次回あたり思います。ではまた収録がね、いつも 2,30 分で済ませるところが毎回1時間収録になって結構喋れなくなってると思うのですが、次から気をつけたいと思います。ではありがとうございました。また次回よろしくお願いします。